自宅の応接間で最初売ってたんですよ、ええ、それでだんだんにどこで売ってるんだっていう問い合わせが始まりはですね、このカツオのポーチとあとアンカーとカジと、これが最初でしたね。ですね、お店のスタッフが、3名ですね、女性3名、あとは工房の方は6名、その他に外注さんが地元なんですけど2名です。そのやっぱり作れる数が決まってるので、そんな大したこと、数は大したことないんですけど、とにかく一個一個手作りなんです。週末はずっと、ま、ボランティアの方とか観光客の方とかいらして、やっぱり週末忙しかったですけど、ここに来てやっぱり観光客の方とかも若干減ってるんじゃないかと思いますね。これが全部津波で被災した地区が書いてあるんですけども、これをですね4枚全部地名が違うんですね。カツオの柄とあと、アンカーの柄とウミネコとツツジと4種類あるんですね。そこに全部被災した地区が書いてあるんです。それを基本にこうエコバッグっていうんですけども、はいはい、両面これ前掛けからカバンにしたんですけども、今現在はあまり卸ってほとんどやってないんですね。お店と、はい、あとはオンラインショップの方だけなので、はい、うちの商品を大事に扱ってるようなところに卸していけたらなと思います、はい、去年の、6月11日に頑張れが立ち上げが6月11日だったんですけども、それからもう数々のお客様ですね、ボランティアの方もそうですし、あとは被災地に行ってお金を下ろしたいってわざわざいらした観光客の方々にですね、頑張れの商品いっぱいたくさんお買い上げいただきました。本当にありがとうございました。今まで以上にお客様にいい商品だねって言われるように、みんなで工房の皆さんとスタッフの皆さんといろいろ相談しながら作っていきたいと思いますので、頑張れを今後ともぜひ応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。